何って感じですね。まあそうです。そしてね、やべえっていう、やべえなの、まあ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 もういい。では初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シェリーと申します。お願いします。よいしょ。霊視と、はい、カードで占っていくんですけども、あのここが窓なので、うん、意味合いは全部それぞれあるんですよ、一枚一枚、うんうんうん、だけど意味合い全部を言うわけじゃないんです、うんうんうん、意味のことで全部言うわけじゃなくて、これが窓となって霊視していくっていうスタイルなので、うんうん、カードを窓としてます、うん、で、天の、 上の人からのメッセージが頭の中の映写機に全部シャッシャッシャッって映るんですよ、映像が。でそれを映画館、私は頭の中の映画館のこの映ってる映像を解説していくっていう。なんで映像だけなんで意味のわからない、辻褄の合わない映像だって出てきます、うん、だからうん、なんだっていう状態に陥ることもたびたびあるので、これはどういう意味でしょうねっていうので質問もされしていくことももちろんあります、うん、あまり見てはいけないとは言われてるし、伝えてはいけないとは言われてる、そのなんていうかな、相談者さんの最後というか、そういう未来、今こうだ、今の状態だったらこういう最後が待っていますよっていう状態まで見えてしまうので、死ぬ死なないとかそういうやつじゃなくて、この今言った顛末、例えば僕が今のまま YouTuber やってたら大炎上して首くくるみたいな、そういう未来まで。まあまあ、もしかしたらですよ、うん、例えば不思議な話になりますけど、パラレルワールドみたいな感じで、うん、この選択肢を選んだらこっちの道に行くねっていう、うん、2方向3方向の結末だったりとかも見えたりとか、同時進行で実は動いているっていう感じなんですね、ちょっとなかなかね、3D 映像でなかなか説明が、めちゃめちゃ難しいっていうところはありますが、行きましょうかね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、私のやり方なんですけども、まず、高橋さんがどういった方かっていうのだけ最初に見てからのスタートになります、うん、はい。高橋さんが人から見られてる、高橋さん、はい、人から見られてる高橋さんと、本性的な高橋さんですね。本性、本質、本格です。これも違うカード。このカードはですね、アニマルカード、アニマルスピリットって言って、どういう魂か、どういう動物に魂が近いかっていうところですね。お、なんでやろ、珍しく2枚だな、いつも1枚なんだけど。はい、うわドキドキするわ見ても何のことか自分では分からないですからね。分からないですかね。そうですよね。表面的なところを見ます。高橋さんの表面的なところを見ると、うん、堂々とされてるとか、うん、大人っぽい方だ、しっかりされている、うん、堅実であるっていう風に出てるのと、あと相手が主軸であるっていう風な見え方ですかね。周りからの人たちはそう見てるみたいで、迷いがなさそうであるとか、個性の強さが出るかと思いきや、個性の強さがね、実はそんなに出てないっていうね、珍しい。なんかもっと出るかと思ったら、すみません、これは個人的なあれですけどじゃあ本格見るんですけど、はい、裏表は全く感じ取れないです。だから、実は、本性的なところ裏表全然感じ取れなくて、はいはい、だから人が見てる高橋さんってあながちそうでっていうところが少しあるのと、あと、まあ、考えてることの深さっていうのが多分ご自身でしかわからない深さがあるし、人には伝わらないものがあるから人に言わないっていう、なんかある意味賢いというか、自分の個性をよく自分で分かってらっしゃるっていうところがあるのかもしれないですね、うんうん、あと割と正義感強い方で、ルールとかそういうのっていうのを守っていくようなタイプで、まあ人間関係ですね、親しい人に対して寄り添う
力がある方だっていうのが一つありますね。人に合わせるのが不得意ってわけではなくて、合わせることはできるのですけど、自分のルールっていうものの範囲内でうまく回してるというか、そういう感じはありますかね。待って待って、ちょっと褒め殺しみたいな状態ですけど結構厳しいことはあまり言わないですね。変な人じゃない限り大丈夫なんです。で、動物の方を、見させていただきました。ウッドチャック、まあ、ちょっとリスに近いです。大きめのリスって感じですかね、ウッドチャックと、あとラッコさんなんです、多分ね、普通にメディア関係とか、そういうのは向いてらっしゃる方なのだなっていうのはあるんですけど、ここは演者側として向いてるのかなっていうのは、あるかなと。編集者とかディレクションとかじゃなくて、ではなくて出る人ですね。どちらかというとこのラッコさんっていうのがですね、承認欲求強めの方よく出るカードですね。でやっぱ通ずるところも愛してほしいだったりとか、僕を見てとか、そういうような意味合いなんですね。で高橋さんは少しこれあるのはあるんですけど、外はね、それ傍若無人にその振りかざしとっても多分人としてね、やばいっていう、やべえなこいつってなってしまうので、多分これウッドチャックの性質がかぶさっとるんだと思うんですけど、霊視で見るとですね、やっぱりこのウッドチャックさん自体はすごく勇敢で、一人で何でもやってますっていうようなタイプなんです。僕は何でも一人でできます、大丈夫です、だけどあなたたちをちゃんと見てますっていうような、情に訴えられるような感じなんです。案外冷酷さっていうのを感じられない、ちょっとこうなんていうかな、真面目さがこのウッドチャックさんに出てるというか、でも真面目さの裏には承認欲求のラッコさんがいるっていう感じなんですね。それは本来相反するものになりますよ。じゃあどうなんでしょうね、ちょっと遠いようで近いようでって、まあでもなかなかこの組み合わせってないので、個性は強めなんでしょう、っていう感じはありますね。マイナスな点が言わないって言ってましたけど、なんか気をつけた方がええよとか、ちょっとここあかんのちゃうみたいなのないです？あ、別に出そうと思えば出せます出そうと思えば出せますというか、はい、やっぱ注意点というのは絶対ありますよ、で高橋さんのじゃあ注意点出しましょう。どういう、ところがいけないかというか、ここ気をつけてなっていう注意点7枚も出てきた。でも7つあるわけじゃないです。同じようなことを歌ってる場合ももちろんこちらなんですけど、結構堅実で真面目で、ルールに自分ルールも普通の一般常識的なルールっていうのにもシビアに考えてる方なので、そこに関して自分に対してですね、うわこんなんじゃダメだとか、真面目すぎるって思い詰めることがたびたびあるのかもしれないんで、それはね、そこまで思わなくていいっていうところは、あるみたいです。そう、楽観的なのに悲観的っていう相反するもの持ってますんであとこう反対側ですね、ニューライフって出てるんですけど、毎日毎日が新しい時代で、何とでもなるようになんねんでっていうね、もっと楽に気楽にやってたらもっと楽しめるでっていう、ハッピーハッピーですね、もっと楽しめるでなんですけど、この楽しんでるこの妖精さんですね、私のイメージ映像です。ギャーって遊びまくってるようなハッピーハッピーではなくてですね、結構ふんわりと穏やかにウフフっていう感じでね、のんびりとっていう感じのイメージがあるので、ウフフアハハのんびりとっていう感じ、ムーミン谷って感じでこう、まあそうですね、どちらかというと、ゆるさで言えばそうかもわからない。これがなんで出るかというとここなんですよね。その日その日を楽しむっていうことをなんかちょっと忘れがちになる時があるみたいで、一応考えるティンカーさんは出ましたが、これ自身は多分ここに直結してくるんですけど、ハイパワーって言って、これ実はいるんです。最終最強の高橋っていうのがいるんですね、高橋さんも。でその言葉を聞かなきゃいけないっていう難しい話をしてるんです、このカードが。そのめちゃめちゃできてる俺っていう時の自分を思い出して、自信を思い出せっていうやつなんですね。わかりますか？ちょっと難しいですね。難しくなってきましたね。難しいですね。というのもですね、今結構好きなんですよ、今の時代。ただまだこんなもんじゃないだろうっていうのがずっとあって、そうですね、まだ伸びしろはあるという、実はそれがあるんですね。まだ伸びしろがあってできるんです。高橋さん、もっともっと上を望めるっていうのがここに出てます。イマジンですけど、階段があってですね、天使の階段があって、こうパーって
光が出てますけど、うんうん、これはあのいわば上につながる階段だと思ってほしいんです。ほう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 。ハイパワーの高橋につながるかどうかっていうのはあなた次第だと、誰も変えてはくれない自分自身であると。それを多分よく知ってらっしゃるのがティンカーさんですね。よく知ってるんでしょうっていうところを 歌ってるんですよ。そのためにはあまり悲観しないこと、うん、あまりあの真面目に捉えすぎないこと、今という状態をとっても楽しむことと、あとこれ卵ですからね、うん、あの初心に帰るというか、うん、あのういういさっていうのが少し大事ですよっていうのがね、うんうん、あります。もういつでも第1回目だっていうぐらいのテンションでいけってことですね。 YouTube と、まあ、ちょっと表しますと。で未来的なところ、はい、高確率で、はい、結果だけ言わさせてもらうと、うん、高確率で YouTuber 人生もうちょっと伸びるだろうと。もうちょっと、もうちょっとっていうのは少しじゃないですね、うんうん、もう伸びしろが全然あるからこそ成長が見られるであろうと。ほうほうほう、うん、衰退ではなく前進だということをお伝えしたいです、うんうん、あとこのスピードって言ったら、これあのライダーさんが出てるんですけど、ほう、うんうん、こう高橋さんみたいな人が乗ってますよね。あのものすごい速さでっていうわけではないかもしれませんが、うん、すごく心地よく YouTuber 人生を送れるんじゃないかなっていうのがあります、うん、なるほど、うん、だからフィッシュがちょっと謎なんですけども。あ、フィッシュですか。フィッシュ、あのね、スピード感です。ほうほう、スピード感があれ2枚もバッと揃ってたってことは、はい、今からの YouTuber 人生結構わわわわっと変化が現れるんじゃないかしら。これは望めますよ。楽しみですね。確かに高橋さん結構ね、エンターテインメント性はありますから、うん、もっと褒めて。ラッコさんですからね、承認欲求強めのラッコさんですからね、うん、まずは、ママって呼んでるんですけど、うん、ママから伝わることを言わさせてもらうと、はい、そのままの自分でいなさいと、うん、偽ることはしないこと、うん、誠実さでいること、あなたの真面目さ、ルールに厳しい、自分に厳しさっていうのを出していくのは全然構わないことであると。ほうほう、うん、で自分はなんて天才なんだろうって褒めて、あなたであると、うん、それでいいのよっていうふうに褒めていらっしゃるので、あとあのあまり焦らないことっていうのが少し出てくるのと、あなたのやり方にあの人々が面白さを見出すのにはもうすぐだと、うん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 、時間はかからないわっていうふうに思ってるので、ママ褒めてますね、だいぶ、うん、ママママもういい、素敵なママ、うん、僕がやってることは果たして正解なのかっていうのはずっと自問自答を繰り返してますから、うんうんいいのよそれでって。いいですね、はい、あのママ的には後押ししてますね。嬉しいことですね。やった、明るい未来ばっかり。そうですね、逆に不安になってきたりしてね。で、実は私褒めてばっかりのようで、シビアなこと言ったりとかちゃんとするんですよ。で、これは人によると思います。とってもあかんでっていう人にはちゃんと言います。高橋さんがしっかりされてるからそこまで言わんだけです。はい、YouTuber としてやらなければいけないことだったりとか、大事、重要視しなきゃいけないこと、やっぱりね、こうこれが出ますね、どうしても。ハッピーハッピー、うん、心からあなたの動画であなた自身が楽しんでいるかっていうのをテーマにしてくださいっていうところです。そうです。めっちゃ拍手。わかる、うん、もうそこが要だと思ってます、うん、僕も。はい、そうですね、確かに映像を作るってなると、あといろんな人に寄り添うような形っていうのが大事なので、うん、いろんなことをもう本当にチャレンジしていく、そういう、まあ、チャンネルさんですからね、うん、チャレンジしていく、これ大事です。だから、まあ、確信はついてるんですけども、もうちょっと、土台を固めようっていうのも少し出てしまってるのと、手につけるものがないですよってぐらい、もうほとんどのことです、もう全てやったるわぐらいの勢いのチャレンジ精神が大事っていうことです。あの高橋さんがそんなに思い詰めないでね、大丈夫、そんなこと思い詰めるほどでもないっていうのと、うんうん、あとこれですね、あのね、これ家が浮いてますけれども、はい、まあ、一般的な YouTuber よりかは、うん、あの高いところに行けるからって、うん、底辺 YouTuber っていっぱいいらっしゃると思うんですよ、うんうん、それよりかはまだもっとこのね、ツタが伸びて高い位置に YouTuber としてね伸びてきますからねっていう、そのイメージですね、うん、どうしてもあの高橋さん見ていくと、高いところにいるイメージがすごく強く出てるんです。これも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 、うん、高いところにいるんですけど、これ
ってやっぱり伸びる人でないとこんなん出ないですね。で自分自身を信じてやることっていうところで、はいはいはい、それがハッピーハッピー楽しんで自分自身を知るっていうことが大事ですよっていうふうに出てます。これは YouTuber としてですね。いっぱいメッセージ出てきたけど、総じて自分を信じろ、このままいけですね。そうです、そうです。でこの私の占いっていうのはもう淡々と同じことが出続ける時ももちろんあります。それぐらい重要だということも分かっていただけるとありがたいかなと思います。はい、視聴者の皆様へと。そうです、そうです。いいなぁ、かわいいラッコさん。でもあれ、承認欲求の権限でしょ。そうです、権限ですね。一応まあですけど、かわいいじゃないですか。セルキーみたいな中から人が出てくるんでしょ、あれ。ご視聴ありがとうございます。はい、占っていただきました。ものすごくですね、 YouTuber として、明るい将来が約束されているっぽいので、これからも応援よろしくお願いいたします。他の人にも勧めてくださいね。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。タロットさんは実は私も占い師、アマチュアで8年ぐらいさせていただいてたんですけども、アマチュア時代はタロットでした。でタロットがね、実は怖くて、タロットをよくやられてる占い師さんいるんですけど、すごいなって思うのは、タロット自体はその人自身がブレてるとタロット自身に意識を持ってかれちゃうので、あれ、魂が宿ってるようなもんなんです。あれ一人の人だと思ってください。タロット自身に心を奪われてしまって、タロットの思い描くように未来をすり替えるっていう風に未来的になるんです、将来。それは占い師とか占う人本来その人が精神的にブレてたり人間的にブレてたりすると、タロットに乗り込まれ、なんていうかな、飲み込まれちゃうっていうのがタロットの特性で少しあるんですね。だから怖いんです、実は。全然そうです。お願いします。